じゃあ、今日は始めます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ウェットのレースだったんですけど、まあ、スタート直後、スタート担当のロニー選手、苦しい展開がちょっと序盤続いたんですけど、まずはスタートからのレース展開ちょっと教えてください。そうですね、まあ、私たちはまずウェットタイヤの中で3種類があって、まあ、ずっと、ね、あのスタート前まで悩んでてどんなタイヤにすればか、その後、ね、天気予報を見て、天気予報を見る限りあんまり強い雨が降らないという話があって、まあ、ちょっと固めのタイヤ、なるほど、
ちょっとだけで言ったら、うん、やっぱり最初のスタートは温まりが良かったんですけども、うん、1回目のセーフティカーが入ってきてすごく雨が強くなってきて、うん、2回目のリスタートからもう温まりがやっぱり NSX より悪くて、まあ、最後ね、ノリスタートは、まあ、今日何回リスタートしてるちょっと覚えてないぐらいだな。最後のリスタートの時は、やっと 3,4 周目あたりから、うん、タイヤが温まってきて、まあ、ペースは良かったですね、うん、それで行きたかったんですけどもね、まあ、またセーフティカー言われて大変だった。そのレース展開見てて次尾選手はどういう心境でレース見守ってましたか？ちゃんと見てた？見てましたよ。で僕あのフリー走行でさらに硬いタイヤをちょっと、まあ、履いて、まあ、どこまでグリップするかっていうのを履いてテストしたんですけど全くグリップしなくて、でスタート前にそのタイヤで行こうって話してたけど、本当に行くのこれ多分行ったら多分もうやばいんじゃないかなっていうのを逆に分かってたから、逆にまあ、フリープラクティスの時にね、まあ、ちょっとリスクを負って硬いタイヤ履いて、まあそのまあ、ロニーが、ね、冷静な判断できたのかなっていうのがあったんですけど、はい、まあまあ、本当はねダンプタイヤだったんで多分これで雨が確かに少なくなってきたらいいけど、でもね最終的に降ってきたから逆に良かったと思います。判断的にはハーフポイントですけど表彰台獲得、それに加えて昨日のポールポジションの1点があります。これ結構大きかったと思うんですけど。そうですね、ハーフポイントを考えるとあの1点がフルなので、うん、まあ週末としてはすごくいい週末だったと思います、うん、はい、今年はいいスタートが切れましたね。すごく良かった、予想以上だと思います、はい、じゃあそして次第2戦富士ですけど、昨年は、優勝してます。それについて手応えありますか？いや結構岡山も正直自信がなかったんですけど、まあ、こんなにねGTR がみんなで、ね、調子いいんで、まあ、富士は GTR のねすごい激しい戦いになると思うし、まあ、そこにレクサスも絡んでくるんで、500キロ去年も勝ってるんで、連覇したいです。はい、じゃあまずは表彰台おめでとうございました、次のレースも頑張ってください。はい、ありがとうございます。